上移動都市メガフロータにニューコムの機動艦隊が集結しつつある。ニューコムの体制が整う前にこれを叩く。なおメガフロートには多数の民間施設が、また港湾区画には民間船舶が存在する。作戦遂行にあたり、これらへの被害を極力避けること。艦隊はドックに収容された。ドック内への攻撃を許可する。直ちに追撃せよ。アップデートターゲット。ワーニング、ミサイルアラート。ワーニング、ミサイルアラート。ボールナイミッションオーバー。現在作戦遂行中の全機に伝える。クラークソン代表の停戦交渉により、ニューコムとゼネラルリソースの間に停戦協定が結ばれた。全機攻撃を中止、帰還せよ。どうにも間の悪い話じゃないか。ここでの停戦など老人どもが決めたまやかし。時代はすでに変化を望んだ。そう思わないか？ディジョン、
一度しか言わない。お前がこの世界で何かをしたいのなら、ユーピオはただの階段に過ぎない。もしその気があるのなら、このままゼネラルに来い。その勇気がお前にあるのなら、私が新しい道を作る。ゼネラルのエース、気でも違ったの？ねえ、これは合わないよ。こいつを移籍させる気か。危険だ。危険のない賭けなど。ニューコムの機動艦隊は停戦協定により撤退した。この協定により当分の間は行われないだろう。サーフのエース、どうやら俺たち停戦のタイミングで救われたってことだ。これで当分ユーピオの出番もないといいけどな。このようにニューコムの先端技術は、今までゼネラルリソースにとって苦手とされてきたバイオテクノロジー、ナノテクノロジーの実用化、世界規模でのエレクトロスフィア環境の整備、そして宇宙開発への積極的な着手によって確実な力を生み出していった。このメールはサーフのメンバーにのみ送信されている。注意して聞いてほしい。昨日の協定は現時点で破棄された。我々の得た情報によると、すでにゼネラルは協定の隙を突き、ニューコムを一気に攻めるようだ。クラークソン代表が心血を注いだ協定をこのように無視した暴挙は、ユーピオとして見逃すわけにはいかない。そこでサーフの出番となる。今まで以上の活躍に期待する。まったく司令らしいやり口じゃないか。もともとユーピオはゼネラルの下請けみたいな仕事ばかりしてたくせに。そのくせニューコムにもいい顔はしておきたいんだってことだろう。なあ、本当の戦争屋はどこにいるのかってことを俺たちもっと考えた方がいいのかな。